どうも、コーズです。今回ですけども、ノイミー菅波未来のスキャンダルにノイミー保存オタが思うことということで、ノイミーのね、公式サイト、まあこれブログね、ぜひね、概要欄から見ていただきたいんですけれども、まあブログに書いてあるんで、書いてみました。まあ菅波未来やりましたねということで、いつも応援していただいている皆様へ、菅波未来に関する一部報道により、これ文春法のことね、によりお騒がせしてしまい申し訳ございません。大切なファンの皆様やメンバーを不安な気持ちにさせてしまったこと、グループ活動にをする上で自覚に欠ける行動だったことを本人も深く反省しております。認めましたね。テキーラ、東大生と一緒に飲んで一泊お泊まりなんていう報道があったわけですけれども、今後はより一層活動に精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はファンの皆さんと並びに関係者の皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。本人コメント。今度は私の軽率な行動により大切なファンの皆様とても悲しい気持ちにさせてしまうとともに、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し上げございません。自覚がかけた軽はずみの行動であり、心から反省しております。今後は改めて気を引き締め活動に励みたいと思います。ということで、やめません！菅波未来さん、やめません速報。やめないんですね。こういう風なね。別で、もうすでにね、もう本当に1時間前ぐらいに動画上げて。で、なんか、コメント見てたらさ、ノイミー公式に上がってましたねとか言うから、何事とか思って見たらさ、こんなのが上がってんの。申し訳ございませんでした。今後は改めて気を引き締め、活動に励みたいと思います。やめないのよ。いやー、もう終わったな、アイドルマジで。ねえ。どう思いますか、皆さん。もうコメントでどんどんちょっと言ってくださいよ。もうなんかそういう、YouTube って俺そういう場だと思ってるから。なんかテレビとかじゃ言えないとかさ。Twitter だったら裏垢で叩かれるとかさ。もうそんなクソどうでもいいことはさ、もうしょうもないからさ。もう YouTube だからこそ皆さんコメントで、ちょっともう、思いの丈をちょっとね、吐露してください。現役アイドルが特定の男と特別な関係になっていいの？俺の推しだとしたら絶対に許さないけどみんないいの？それで本当にいいの？アイドルってそういうもんだっけ？いや違う気がするなっていうのが僕の思うところですけど、皆さんはどう思いでしょうか？いやー、やめないんだね。すごいね。そんなにして菅波かばう必要あるかね。だって別にそんな超人気面とかじゃないじゃん。富田菜々香ちゃんとかだったらわかるよ。富田菜々香とか鈴木ひとみとかだったら、サッシーもまあ、かばわなきゃいけないなとかいうのはわかるけど、菅波レベルでかばう必要あんのと思うけどね。わかんない。なんかあんのかね、事情がね。なんか、どうなんですか？飲みよとはこういうの気にしませんのか？いや、気にしませんって言っときながら心の底では気にしてるでしょ。だってオタクなんだもん。気にしないわけないよ。気にしないでオタクやってるとしたら、それはオタクじゃねえよ。って思うけどね、僕はね。どうなんでしょう。だってこれ、富田菜々香が同じことしたらどう思いますか、皆さん。しんどいでしょ。しんどいと思うよ。嫌だもん。でもこういうふうに認める、コメントをさ、ノイミー運営事務局が出すって、その日のうちにすぐさま出すってさ、いやー、なんか闇深いなと思いますけどね。いや、もうアイドルだって、東大生としっちゃかめっちゃかするぜって。だからオタクなんだから、気にすんなよって言ってるようなもんじゃないですか。いやー、きついよねー。きついよねー。やだよねー。やだよねー。俺だったらもう、いたたまれなくなってしまう。いやー、でも、菅波未来ちゃんはやりそうな雰囲気あったね。だってニアジョイのさ、1周年コンサートがこの前あって、で、僕は見に行ってて、Vlog もアップしてるんですけれども、まあ、見に行ったね、現場レポみたいなアップしてるんですけれども、まあ、そこで触れなかったけれども、ノイミーのメンバー見に来てて、谷崎さやちゃんとか、小木花ちゃんとか、永田しおりちゃんとか見に来ててね、まあ、その中に菅波未来ちゃんもいたんだけど、一人だけね、目深に帽子をかぶり、びっちりマスクをし、もう、オタクからもう、見られたくはないみたいな感覚で、いらっしゃい、ハセ参じていらっしゃいましたので、
いや、なんか違和感感じるなと思ったら、やっぱりそういうふうに、私、東大生とやってるんで、みたいな、付き合ってるんで、みたいな感じの雰囲気が、そういうところに滲み出てるんですかね。わかんないけど。うん、だってこれ報道認めてるから、認めてるって前提で話してるんだよ。うん、運営が認めてんだからね、うん、認めてる前提で話してるんだけど、そうだからやっぱそういう風味がにじみ出ちゃうんですかね。うん、怖いよね、恐ろしくない？だしそんなメンバーをさ、推しメンですって言ってさ、なんかニコニコしながら握手会とか行ける？行けないよ俺は。もうさすがにもうしんどいってなっちゃう。え、この笑顔、東大生にはどんな笑顔を見せてんだろうとか思わない？しんどくない？俺だったら嫌だもん。嫌じゃない？嫌じゃないのかな？どう思いますか？畳みかけてるみたいで申し訳ないんだけどさ、俺めっちゃ嫌だわ、そんなの。だってさ、東大生は別にその握手以上のことをしてるわけでしょ？だって認めてるからね、これ運営が認めてるからね。うん、だし本人のコメントでも認めてるからね。悲しい気持ちにしてしまうと、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません、自覚に欠けた軽みはずみな行動でありっていうことで、行動認めてんだからね。そう、いや俺認めちゃうんだと思って、いやなんか認めりゃ何でも許されると思いきや俺そうとは思わないからさ、自分がその菅波未来のオタクだったとしてさ、いやもうゲロ吐くわと思いながら、いや死んじゃわない？なんかきつくない？なんかしんどくない？いやこれで、いや僕は全然平然としています、にゅるんみたいな、いる？そんなオタクいるの？いたらちょっと教えてほしいな。僕は全然気にしませんけどねみたいな。なんかツイッター上でもさ、クソみたいなリプが飛んできてさ、なんかもうちょろっといじったらさ、あなたの方が弱者男性ですとか言ってさ、もう顔真っ赤にして反応してくるからさ、もう嫌だと思いながら見てたんだけどさ、やっぱもうそういう世界線なの今って、そういう感じなんですか？もうなんかそういうのなんか全く通じない感じなんですかね。いやー、だって、いや、普通にニュートラルなサッシーだったらすげー笑って、僕の YouTube とかもし見てたら、見てたとしたらよ、めっちゃ笑って見てくれてると思ってんだけど、なんなんだろうなと思って、いや、すげー必死でいいんじゃん、ウケるーぐらいにさ思ってくれてると思うんだけどさ、いや、現実世界にさいるんだよね、なんかそういう風に顔真っ赤にしてさ、顔真っ赤にしてるかまではわからないけどさ、もう必死っぽいリプの感じから文面からわかるじゃない。いやキチーとか思いながらさ見てんだけどさ、で俺は別にそれに反応しないのよ。まあ、今の、ね、動画上では触れるけどさ、別にツイッター上でやり取りはしないからさ、ああそうなんだと思いながらさスルーするんだけど、いやーおもろいよね。そんな感じです。皆さん、いかがでしょうか？ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コウズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。